イテム番号 SCP-703JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-703JP。1から7は山や島に偽装した強化繊維のカバーで覆われ、隣接する南極観測サイト S1 から7によって管理、研究が行われています。サイトの所在地一帯には、各国政府と諜報局政治工作部によるカバーストーリー、アメリカを中心とする12カ国による地下資源の共同開発が展開され、部外者の立ち入りが禁止されています。財団の管轄外の人工衛星には、サイバー工作部隊ソ4、ウラノスのヒゲ、により映像修正プログラムが仕込まれ、部外者がカバーによる地形の変化に気づくのを防いでいます。南極観測サイト S1 から7では空間分析システムが24時間体制で稼働し、お互いにリンクすることで南極全域をカバーしています。新たな SCP-703JP の出現が予測された場合、関係各部署はプロトコル、テラ、ノバ作戦に従い、直ちに隠蔽工作の準備を整えてください。説明 SCP-703JP は南極大陸各地に存在する、巨大な球形の物体群の総称です。現在までに7個が確認されており、それぞれ SCP-703JP、1から7にナンバリングされています。直径は、最小のもので約 1.52km、最大のものでは約 3.20km に及びます。サンプルを分析した結果、組成物質は極めて純度の高い氷と判明、融点や高度等の物理性質も通常の氷と差異はありませんでした。南極大陸各地で不定期に発生する SCP-703JP 出現イベントにより出現したことが確認されています。目撃視野ハオムネ、空に現れた巨大な黒い渦巻きから SCP-703JP がゆっくりと降下してくる、といった旨の証言しており、空間分析システムによる分析の結果、ワームホールとの相似が指摘されています。渦巻き内部を観測する試みは、投入と同時にドローンが破損するため成功していません。SCP-703JP の内部には、1から7ごとにそれぞれ異なる静止画像が浮かんでいます。いずれも地球上の光景と推測されていますが、地球や人類に対する危機的事象が発生している点が共通しています。空間分析システムによる分析の結果、内部に密度の変化及び強い空間歪曲が見られることから、これらは単なる二次元上の画像ではなく、内部に存在する閉鎖空間の光景であると推測されています。SCP-703JP、1から7簡易説明内部の映像元データは各担当サイト及び中央資料室、区画に保管。SCP-703JP、1。担当南極観測サイト、S1。1イクトリアランド、ベアードモア氷河南東、ド。S、ド、W。直径約 1.52km。出現イベント発生日時1910年月日。内部の映像中世の鳥と推測される光景。至るところに死体が放置され、その合間をネズミが走り回っている。死因は皮膚の黒い跡から、ペストと推測される。付記最初の出現例。スコット探検隊1が SCP-703JP、1出現イベントを目撃したことにより発見。当時の財団は記憶処理技術が発達していなかったため、やむなく、削除済み、表向きには、スコットを含む本体5名が遭難により死亡したとして処理されました。SCP-703JP、2。担当南極観測サイト、S2。1アデリーランド、アデリー海岸沿い、ド。S、ド、W。直径約 1.96km。出現イベント発生日時1940年月日。内部の映像第二次大戦期のロンドンと推測される光景。バッキンガム宮殿前をナチスの軍隊が行進している。街の至るところにハーケンクロイツの旗が揺らめき、人々が巨大なヒトラーの肖像画に向かって敬礼している。SCP-703JP、3。担当南極観測サイト、S3。1エルスワースランド、ビンソンマッシーフ山付近、ド。S、ド、W。直径約 2.32km。出現イベント発生日時1970年月日。内部の映像冷戦時代のニューヨークと推測される光景。ブルックリンを中心に巨大なキノコ雲が発生し、街並みが爆風で破壊されている。上空には、大陸間弾道ミサイルと推測される物体が複数飛び交っている。
SCP-703JP-4。担当南極観測サイト、S4。1エンダービーランド、アムンゼン湾内、ド。S、ド、W。直径約 3.20km。出現イベント発生日時1990年月日。内部の映像1999年7月の東京と推測される画像中の新聞を分析して判明の光景。上空に巨大な隕石が浮かんでおり、人々がパニックに陥っている。映像分析の結果、隕石の直径は約 20km で地球へ向かっていることが判明。付近現時点での最大サイズ。湾内に水没しているため島に偽装。SCP-703JP-5。担当南極観測サイト、S5。1クイーンエリザベスランド、フィルヒナー、ロンネダナ合理東、ド。S、ド、W。直径約 2.28km。出現イベント発生日時2000年、月、日。内部の映像2000年以降のオセアニアのどこかと推測される光景。海から巨大な物体が現れ、その余波で起きた津波が島々を飲み込んでいる。物体は甲虫の外骨格のような質感で、節のような構造が見られることから、何らかの生物である可能性が示唆されている。SCP-703JP-6。担当南極観測サイト、S6。1グレアムランド、ジョインビル諸島、ド。S、ド、W。直径約 2.71km。出現イベント発生日時2010年、月、日。内部の映像2000年以降のどこかの都市と推測される光景。上空に直径約 22km に及ぶ円盤状の構造体が浮かび、中央に開いた穴から自身のミニチュアのような構造体を多数排出している。ミニチュアは原理不明の光状を射出して都市を破壊し、人々を虐殺している。SCP-703JP-7。担当南極観測サイト、S7。1マリーバードランド、ロックフェラー海岸北東、ド。S、ド、W。直径約 2.2km。出現イベント発生日時2010年、月、日。内部の映像2から3万年前の地球と推測される光景、植物相からの推測。積乱雲から雷が雨のように降り注ぎ、石器や毛皮を身につけた原始人が逃げ惑っている。雲の中に巨大な蛇のような実体が見えるが、詳細は分析中。吹き蛇のような実体の背に、人間に近い形の実体が存在することが確認されました。ホイ 1SCP-703JP、および出現イベントついては、未知の原理が働いているものの自然現象である、という説と、何者かの干渉による作為的なものである、という説の両面から研究が進められています。なお、後者の説を支持している、博士、南極観測サイト、S3 研究主任、を中心としたグループは、何者かの行動原理を、地球や人類にとって有害な事象を SCP-703JP 内部の閉鎖空間に封じて、南極大陸に投棄しているのではないか、と推測しています。ホイに SCP-703JP を覆う氷を先行し、内部の閉鎖空間を調査する実験が申請されましたが、南極サイト統括部の管理官は可否を保有中です。2016、緊急追加編集閲覧資格セキュリティクリアランス4以上、または南極サイト統括部の許可コード。セキュリティコードを確認中。南極サイト統括部のメインサーバにアクセス中。コードの照合が完了しました。SCP-703JP、リポート、アディションを展開します。2016、空間分析システムのリンク施設を建造中。南極点付近、ド、S、ド、W の表彰下から未確認の SCP-703JP が発見されました。以下、SCP-703JP、0。直径は約 5km で、SCP-703JP、4を上回りこれまでの最大サイズです。内部画像は、猛烈な吹雪に覆われ、凍りついた都市と推測される光景です。巨大な建造物群や、リニアモーターカーによる交通網、円形に軌道エレベーターにと推測される影が見られることから、未来に属する可能性が示唆されています。SCP-703JP-0 の 3D イメージ。
SCP-703JP-0 には、上部を中心に熱によって溶解、蒸発したと推測される痕跡が見られ、付近から平均 0.20HM、最低で 0.14HM という極めて低いヒューム値が検出されています。周辺地形の分析の結果、SCP-703JP-0 の出現イベントは約、万年前に発生したと推測され、これはかつて温暖であった南極大陸が寒冷化し始めた時期と一致しています。これらのデータの関係性は断言できないものの、南極の寒冷化は SCP-703JP-0 の破損が原因であり、他の SCP-703JP の破損にも、内部画像に即した大規模な現実改変を起こす可能性があるというのが研究班の見解です。管理官よりオフアイブ評議会へ、SCP-703JP の破損は AK、クラス世界終焉シナリオ、CK、クラス再構築シナリオ、SK、クラス支配シフトシナリオ。およびこれらの不具合ケースを引き起こす恐れがあるとして、オブジェクトクラスの変更が申請されました。追記申請は受理されました。2016、思って当事案のオブジェクトクラスハケテルへと変更、合わせて特別収容プロトコルの改定が行われます。内容は審議中ですが、オブジェクトの破損を伴う実験の禁止、スクラントン現実怒りによる現実改変の防止体制、地球温暖化への対策などが追加される予定です。